俺が言ってた、そのシットヨートンっていうジムも、ボクシング世界チャンピオンやったヨッサナン、サンケイバッテリーとか、そのヨッサナンっていう選手は、これまたすごい光景を見たことがあって、ジムの周りを走ってたのね、ジムの。そしたら、もう一気にまっすぐの道が100メーターぐらいあるところがあって、そこの道の横に建設中の家を作ってるところがあって、そこの工事現場、もう、目がおかしい、狂犬病の犬が群れをなして、止まってるところがあって、でもよだれがぐわーって出て、やばいっていうエリアがあって、で、そこは通らんように言ってたんやけど、ヨッサランが、俺らの後ろから追いついてきたのよ、ランニングしてたら。で、いきなり、その100メートルぐらいある危険な狂犬病がおるエリアをいきなり走り出して、おい、よせな、危ない危ない、そこ、狂犬病の家いっぱいおるぞって言ってんのに、大丈夫大丈夫みたいな感じで、ぶわ走り出して、うわ、あいつやばい、あいつやばいぞ、噛まれるぞって言ったら、その犬のおる建設中の建物のところに立ち止まってさ、いきなり犬に向かって、って聞こえたんよ。向こうから、ララーって声がしてきて、その瞬間にヨッサナがうわーってダッシュして、5匹ぐらい狂犬病のがヨッサナを追っかけてきた、うわーって、うわーって言って、ヨッサナぶってきた、うわーって。それでね、ダッシュのトレーニングしてたっていうの？ダッシュのトレーニング、こんだけ危険なダッシュしとんねんって。本当ですか、こそれれ。も野生やったね。やっぱ強い選手はやっぱ、僕なんかそのハートとか、もうこの頑丈やなっていうのをめっちゃ感じたね。